王三角イやアクティナシルパスグロススは、カヤツリグサカに属する多年草の一種である。太いのような長く節のない茎の先端に多数のホタルイのようなコボをつけ、さらに根質用と包用が発達する。この一種のみで単独にン三角イ族を構成する。背の高い茎をやや束になって生じる多年生の草本。地下茎は長く横に張って伸び、 間を開けて茎を出し、補腹系の先端には小さな茎を作る。茎は個々に単独に生じ、高さ100から 150cm、時に 220cm に達し、硬くて、鋭く尖った三両型をしている。葉は根元から3から5個ほど生じ、幅8から 15mm ほどで、長さは、家計の半分ほどになる。葉はざらつかず、また恥田がある。 茎は柔らかくて、手で簡単にちぎ入れるという。開花は、終年見られる。ただし、日本では7月が多いとのこと。果樹は、家計の先端に生じ、複産棒果樹の形になり、多数の小棒をつける。果樹全体としては幅5から15センチメートル、相場ながらは長いもので18センチメートルになる。果女の基部に出る、双方圏は3あり。 扁平な洋上で平らに広がって伸びる。個々のコボは長さ6から8ミリメートルの卵型で多数の輪片を螺旋状につける。輪片は楕円型で長さ2.6から3.5ミ、mm、リメートル褐色で先端は鋭く尖った上に短いの木が突き出る。おしべは三で約は長さ一から点五ミリメートル。痩せかは型で色で表面は 滑らか、長さ1.5ミ、mm、リメートルで、中東は3つに分かれる。その周囲には、針状の海辺5から6本あり、長さは、痩せかとほぼ同じ程度かやや長く、その縁は、滑らかか、あるいはまばらに逆棘があってザラつく。日本では、小笠原諸島の母島にのみ見られ、世界的には、中国、台湾、南アジアから東南アジアにかけて、それに、オーストラリアに分布する。 中水性の植物、つまり浅い水中に生え、根を底に下ろし、茎を水面から抜き出して成長するものである。母島では、中の平らから南崎への遊歩道に近い波水池に生育地があり、これは第二次世界大戦前に入されたとのつてもあるが、確かな記録は存在しない。現地は波水池とは言っても雨の時のみ水が溜まる、湿地上で周囲には、 タコの木が茂り、その中央に生育地がある。よく茂って水面が見えないほどだという。本種は当初は、油が谷属のものサイルパスグロススとして記載され、後に、太い族に移され、ショーナプレクトスグロススとされた。太い族のものともよく似てはいるが、この属のものは、茎の根元の葉が発達しないものが多く。 また、双方辺も一枚のみで、それも洋上に発達しない例が多い。また、輪辺の背面に毛を持つ点も異なる。それらの特徴では、浮き上がら族ボール棒小ナスのものに似ているが、この属のものは茎に節があって、形容を持つ。また、こぼの輪辺には棒があり、果実は普通は、より大きくて3ミリメートル以上ある点などで異なる。 根室用と双方が発達する点では、油がや属も当てはまるが、この属のものも家系に複数の節があり、形容が出ることが多い。また可皮片が細長く伸びる点では、本属と大きく異なる。ちなみに、分子系統の分析では、太い属と姉妹群をなすとされている。環境省のレッドデータブックで、絶滅危惧通類とされたことがある。本種の保護には、 日当たりの確保が重要だとの指摘もある。東南アジアでは水田に出現することもあり、特にマレーシアでは主要な水田雑草の一つに挙げられているものの、さほど重視はされていないようである。利用の面では、インドや東南アジアでは茎を編んで敷物として利用するという。三角の茎を干して扁平にして、これに、 赤や黄色に着色したものを混ぜて織り上げ、民芸調の敷物にする。また、インドでは陶器に根茎を掘り上げて、食用とし甘くて、澱粉を含んでいるという。他方、近年では、水質浄化の能力に期待する面が大きくなっている。東南アジアでは、社会の発展に従い、下水処理の問題が大きくなっている。大都市では、 下水処理場の建設も行われているが、小都市などではそのままに湿地などに放出されている。そこで、そのような湿地の植物による浄化が期待される。本種は、そのような点での効果が期待され、その面での研究も多々行われている。以下、種として星の P650 大橋ほかへ P296 大橋ほか編。 P296 大橋ほかへん。P296 蛇田監修。P524 蛇田監修。P524 大橋ほかへん。P296 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 大橋ほかへん。p 2 9監修。P524 個の族は古くは、ホタルイ族として、より広範囲の群を含んでいた以上。 大橋保花編、P295 から296、シールズへ通る、ラタ監修、P524 ラタ監修、P524 中川ラタ監修、P524 掘った保花編、P964。ただし、ここでは、太い族の大太いという和名で扱われている。田中保花、ありがとうございます。